レッツ大口博歯歯科クリニック。こんにちは、こんばんは。今回は前回の予告通り、口腔内細菌の正菌の重要性について解説いたします。口腔内細菌を正菌と言われてもイメージがしにくいと思いますので、腸内細菌に置き換えてお話をさせていただきますね。腸の細菌で善玉菌、悪玉菌という言葉を聞いたことがあると思います。厚生労働省のホームページには、腸内には細菌がおよそ1000種類ですよ、100兆個も生息しており、これは実に地球の人口に換算するとですね、現在の地球上の人口は約70億人と言われていますね。今の人口の約 1.4 万倍の宇宙的な数字になってしまうんですね。体の健康には腸内にビフィズス菌や乳酸菌などの善玉菌が占める割合を増やすことが重要であります。そして人の腸内細菌は善玉の菌と悪玉の菌、どちらでもない中間の菌、これが常在菌なんですけども、善玉、悪玉、中間の3グループで構成されているんです。これらは互いに密接な関係を持ち、複雑にバランスをとって健康を保っているんです。健康のために毎日ヨーグルトを食べましょうと言っているのはですよ、善玉菌である乳酸菌をですよ、外から取り入れて増やしましょうということなんです。ヤクルトが世界的にポピュラーなのも乳酸菌を取り入れる重要性があるからでしょう。これを口腔内に言い換えれば、善玉菌を増やして悪玉菌、口の中の細菌で言えばですよ、虫歯菌や歯周病菌を減らしましょうということなんです。ただしですよ、腸と違って口の中にヨーグルトを停留させることはできませんね。善玉菌、中間の菌、悪玉菌を静かにさせておく正菌という、そこから考え方が生まれたんです。ヨーグルトであれば腸内に直接に乳酸菌を届けることができますね。口の中はそうはいきません。口の中に停留するといえば唾液なんです。虫歯や歯周病を予防するには良質な唾液にすることが重要という考え方が生まれました。ところで、義歯を使うことによる弊害は、不潔な義歯がですよ、悪玉菌を増やし、口の中の菌のバランスを崩し、歯周病や口の中の疾患を誘発してしまうんです。私がインプラントをお勧めするのを分かっていただけると思います。前回の放送でハーブオーラルジェルのコンセプトの一つに、正菌、成長剤のような薬味を持たせる生薬の配合であることをお伝えしましたね。成長剤のような薬味とは、良質な唾液にする作用なんです。それらを目的とした生薬について、マスティック臨床研究会と漢方歯科医学研究所に依頼しました。抗菌力としては、マスティックとグレープフルーツの種子エキス、それから血流促進には長寿、抗酸化としてヤシ油、薬毛草も配合しているんです。これらは強すぎず弱すぎずという絶妙のバランスを持って配合しておるんです。詳しくはマスティック臨床研究会の解説動画を概要欄に紹介しておきますので、そちらからご確認ください。必ず信頼できる製品だということがご理解していただけると思います。虫歯菌や歯周病菌だけを選択して殺菌することは不可能なんです。虫歯菌や歯周病菌を
殺菌しようとすれば善玉菌も一緒に殺してしまうんです。抗生物質は長期投与できない理由は実はここにあるんです。今回のお話はここまでです。次回も皆さんに有益な情報をお届けいたします。チャンネル登録と高評価をぜひぜひお願いいたします。